で次に、えっと、これだけはまあ頭に置いといていただきたいなというそのいろいろまあ僕なりの,そのプレゼンデザインのこだわりっていうのを紹介しましたけどもでそれをもうちょっと一言でまあサクッとまとめるとこうなりますというのを今からまあ紹介します。それがまあパワープをさ、ま、触る前にこれだけは押さえてほしいですいきなりパワープを作るっていうのはやっぱり時間のかかる手間のかかる作業なんで先にこっちから なんていうかな先にこうこれを念頭に置いてほしいとこれだけを頭にレイアウトデザインのまあ基本原則ですけどもそれはこれに集約されますすべてに意図がありそれを操ることで伝えるのですというたったこれだけの言葉ですでまずすべてとは何かすべてというのはオブジェクトオブジェクトというのはここにあるこの画面上にあるえっとものをオブジェクトというふうに呼んでますこのオブジェクトこれもオブジェクトこのオブジェクトそれぞれに意図意図っていうのは デザイン的的なな意意味味と内容的な意味に分かります例えばこれが「糸」という名前じゃなくて、えー、大学だったら大学って意味でしょうだからその内容のことですオブジェクトにはこのデザイン的に例えばこれがピンクである理由とかねこれが糸で糸という漢字を使った理由とその2つの理由があるよって意味です全てに糸がありそれを操るこの糸を操ることで何を操るんですかそれは視線を操るんですねオブジェクトを使って視線を操るんですよね これだと例えば糸と操ると伝えるっていうところに僕らおのこう自然と目線が集まりますけどもいい、うん、デザインの機能といいますか役割っていうのはその目線をコントロールする操ることに他なりません伝えるのですあで視線この視線の操り方はコントラストグルーピングイラストレーションまあいくつか、まあ、種類はあるんですけどね今日はまあそこまで、まあ、詳しくは言いませんけどもね、まあ ちょっと触れとくと、コントラストは例えばそうですね。まあ言うまでもないことなんであんまり言いませんけども、例えばこの枠僕グレーにしてますけども、これ黒だったらどうですかもし黒だったら、この黒とちょっとダブりますよね。そうすると、なんていうかな、まあちょっとやかましくなるというか、黒と黒になって差がつかないことになります。だから、色的な差をつけるという意味がコントラストです。でグルーピングはまあ、そのの通りグループで囲うってことですけどね。まあこの図ではあんまりないかな。 イラストレーションは、そうね、例えば、うん、悲しい内容をしたいんだったら悲しい内容のイラストを入れてもいいしあるいはそういうまあそういう意味ですね。で伝えるっていうこともまた詳しく考えてみると結局それはどういうことかというと、うん、分かりやすいっていうのをもうちょっと考えるとそれは理解に要すするる時間の短縮かと言えるんですよね。どういうことかと言いますと例えば単純に伝達内容の感想か言いたいことを めっちゃわかりやすくシンプルにしたら伝わるんですよ。それだけですわ。なかなか僕うまいことプレゼンできないんですよとかいう人もおられるかもしれませんが、それは言いたいことそのものが多いか難しいかどっちかです。わかりやすいプレゼンとしたいんだあプレゼンしたいんだったらわかりやすくしゃべわかわかりやすいことを言えばいいんです。意外にここはねあの考えられてないことありますよ。もっと絞るというかね、みんなあれもこれもって言うんですよね。その 研究発表なんてみんな苦労してるから苦労してることはみんな言いたくなるんですよねでも本当に大事なことだけを例えば10分あって10分じゃ足りませんとかよく質問を受けるけど10分で何を言いたいのっていう10分でたった一つのことだったらもうあまりぐらい時間あるでしょだから本当に言いたいことは何ですかっていうことを到底というか相談というかコンサルしてから組み立てるということは大事です検索ワードの源泉これもどういうことかと言いますと うん例えばそうだなそのさっきも僕らここでリアカーの画像を探しましたけどリアカーってものを探す時にわざわざリアカーと運ぶ荷物リアカースペース荷物スペース鉄製とかそないらん要素を入れないでしょ。<laughs> つまりうーんできるだけシンプルにってことです。 例えばよく国際会議イタリアであった時にあるとしたらある日本人研究者は実際にやったらいいですけども全スライドの背景にイタリアの地図があったんですよね <laughs> んでやねんみたいなそれだけでこう見た瞬間 <laughs> 見た人は例えばあらゆる研究内容に Google の検索窓に「スペースイタリア」っていうのがずっと脳に入ってるんですよそんな意味ないから,からそういう意味です。 あと直感性入感の利用もまあ分かりやすい例えば高い温度だったら赤色低い温度だったら青色にしますよねそういうのを巧みに使うことで、あのー、言葉を一つででも減らすんですん見た瞬間それは言葉を通り越して伝わるんでねだからそれを伝えるあの分かりやすいというのは理解に要する時間を短縮化するということに他ならないと。で先ほどももうしつこく言ってますように このののの時に一番大事なのを通すするのが論理とデザインの位置ですもっとシンプルに言うと一番言いたいことがそのスライドの中で一番目立つかたったこれだけでと言ってもいい,いいぐらいです。でしかもそれは根底にあるのは、まあ、客観性と書いて思いやりって書きましたけども全てはこう見ている皆様のこう理解のご負担を減らしたいとそれにまあ尽きるんですよ。 その例えばそうだなこの部屋にあっちのドアからこうまああの総,総長だったらあんまりあれせんかもしれんけど大臣が <laughs> 大臣でもせんかもしれんけどまあ誰か来たらねこうああど,どうもどうもコート脱ぎましょうかどうぞとかやるんやそれはその人の手間を減らしたいからでしょその人にお大事に思ってるからでしょ同じようにプレゼンも小難しいことでいっぱい書いたらその何て言うかなその優しくないよねと。やっぱりできるだけみ 伝える側に楽してほししいなと楽して伝わる脳の負担を「あれ何?」とかねそういうことを思わずにもう見てるだけボーッと見ててもこうすんなり伝,え伝わってしまうようなものを作りたいなというそういう思いがあって初めてこれになれたというふうにまあ思ってるわけです。で先ほどのああいう原理原則をにのっとったスライドがあってでそのスライドが分かりやすい発表構成になってトータルとして伝わって 島プレゼンができると。いうふうに今思ってるわけです。